はい、皆様こんばんは、穂村と申します。今日はですね、期末戦の方が来ておりますのでやっていこうと思うんですけれども、まあ、今回もデイリー3000万を超えられるような編成をいくつか持ってきましたので、そちらの紹介をしていこうと思います。ではまずは短期編成から紹介していこうと思いますけれども、まあ、今回は楓ちゃんの方を入れておりますけれども、まあ、全体属性強化マギアであれば、誰でも大丈夫です。まあ、楓ちゃんの場合だと、まあ、一応デイリー4000万とか、5000万くらいは目指せるかなとは思いますね。ではバトルの方なんですけれども、やることとしましては、まあ、ディスクは ACA ですね、踏んでいって、まあ、ドッペルまで MP を貯めると。でドッペルは1戦目は3ターン目と5ターン目ですね、打つことができまして、まあ、6ターン目は、次のために MP を貯めますと。そうしますとですね、 MP150 溜まった状態で2戦目に突入することができますと。そうなるとドッペル AA から開始することができますので、まあ、その後の動きは1戦目と同様に ACA 打って、3ターン目にまたドッペル AA 打ってっていうのを繰り返すことができますと。そのため2戦目3戦目はドッペルが1回ずつ多いと思っていただければと思います。まあ、ダメージとしては1回のドッペルで500万ぐらい出ますので、まあ、1戦目はだいたい1000万ぐらいかな。そのため2戦目が1500万、3戦目が1500万で、まあ、計4000万一応この編成だと出ます。まあ、メモリはわりかし抑えめにしてありますので、まあ、変えることによって、まあ、4500万とか、5000万出たり、他の銃声星4の属性強化マギア持ちの子たちとかであれば、まあ、短期編成でも5000万とかは目指せるかなと思いますので、その辺は皆様の手持ちで編成の方は考えていただければと思います。では2つ目の編成の紹介ですけれども、純正星音がない編成になっております。まあ、気をつける点といたしましては、楓ちゃんの精神強化にあります確率切り3ターン、あちらの方は取らないようにしてください。あれを取ってしまうとかなり運要素が絡んできてしまいますので、まあ、火力が落ちますので気をつけてください。でもう一つは真中ちゃんについているメモリアなんですけれども、できる限り弱点属性から攻撃を受けた際に、まあ、MP アップですね、するメモリアをつけていただければと思います。でスキルの方も挑発のメモリアをお持ちの方は、無凸でも何でもいいので、まあ、2枚できればつけていただければと思います。ではバトルの方なんですけれども、まあ、やることとしましては、マナカちゃんのドッペルを4ターン目と6ターン目に打つこと、カコちゃんとカエデを6ターン目にドッペルを打つことですね。最低限カエデのドッペルは打ってください。カコちゃんはもうたまらなかったらたまらなかったで仕方ないでいていただければと思います。ちなみにカコちゃんのドッペルを打つとだいたい300万ぐらいですね。マギアの場合はだいたい150万とか130万ぐらいです。なので300万増えるか減るかなんですけれども、楓ちゃんを打たないと1500万600万ぐらい損しますので、最低限楓の方は156ターン目に溜まるようにしてください。で真中ちゃん、じゃあ4ターン目に、溜まるようにするためにはどうしたらいいかと言いますと、別に A 踏まなくても大丈夫です。なぜかと言いますと、相手の行動が縦2回横1回、マギアを打ってきた場合は縦2回縦横1回ずつ、まあ、どっちかはランダムなんですけれども、まあ、その被弾をするだけでマナカちゃんは溜まってしまいます。無理してマナカちゃんの A を踏まずに、まあ、楓とかの方を踏んでいった方がいいと思います。で今回のこの編成なんですけれども、だいたい1回のバトルで2000万から2300万とか500万ぐらい出るパーティーですね。まあ、メモリアはもう少し書いていただければもっと3000万とかも目指すことは全然可能なので、まあ、この編成でもデイリー1億ぐらいは目指すことは可能になります。まあ、1戦目なので、まあ、MP あまり溜まってないんでドッペル1回だけで楓ちゃん終わってますけれども、2戦目3戦目で、まあ、ドッペル2回、はたまたドッペル1回マギア1回とか、打っていくことによってそのデイリー1億とかも全然目指すことが可能になりますので、まあ、模擬戦少しやりながら、試していただければと思います。
では3つ目のパーティーの紹介ですけれども、純正星音ありの編成ですね。まあメモリアとか編成については、まあ、詳しくは説明しないんですけれども、まあ、アタッカー1人、バフ1人、MP 周りの与えてくれる奴らが3人ということで、まあ、それほど、まあ、火力が出せるようなパーティーではないです。まあ、なぜかと言いますと、まあ、1戦目は MP 溜まってないんで、ある程度安定をとって、まあ、ダメージをそれでもそれなりに出せるような、まあ、編成を今回は組んできました。まあ、運ゲーかなりありきの編成で、高火力を出す編成も、まあ、考えたんですけど、まあ、あまりにちょっとまだ固まらなかったんで、まあ、ある程度安定寄りの編成を持ってきました。まあ、この編成はだいたい5000万以上ぐらいは出る編成になっております。まあ、やってる感じ一応6000万から7000万ぐらいは出るんですけれども、まあ、ディスク運が相当悪いとやっぱ5000万くらいまでは落ちてしまった時があったんで、まあ、大体5000万以上出る編成だと思ってください。まあ、2戦目以降は MP 溜まった状態で戦うことができますので、まあ、同じ編成を使うというよりも、まあ、もっと MP 周りの与えてくれる子たちを減らして、まあ、バフとかアタッカーとかを増やして、まあ、相手へのダメージをむしろ増やしていくという感じで2戦目3戦目やることによって、まあ、このパーティーの名称にも書いてますけれども、だいたいデイリー2億3億ぐらいは出るような編成かなと思いますね。では今回は、まあ、1戦目だけでの編成の紹介になりましたけれども、まあ、明日以降私の方である程度、まあ、ダメージが出せそうな編成が組めましたら、まあ、途中の段階でも日々出していけたらいいかなと思っておりますので、まあ、参考になるかはわからないんですけれども、参考にしていただければと思います。ではご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。